マンボウクイズショー第12回目ということで、司会の谷さんです。よろしくお願いします。マンボウちゃん、カードロックカフェ好きでしたということで、 T シャツでなくてトレーナーもあるか。いや、そうです、別にいいの。ハードロックカフェ持ってますよとかね、あるよということで、なんと今日実は主催のマンボウちゃんが、はい、諸事情により、はい、間に合いません。やったライブは間に合うっぽいですけど、ここのクイズショーはおそらく間に合わない。もうね、これはもう宣戦布告でマンボウクイズショーを乗っ取るよ。乗っ取る。いいじゃないよ。いい。わかるぞとわかんないぞ。じゃあもう早速今日のビッグゲストを。ね、呼びしましょう。なんとですよ。なんとですよ。あなたも見たんでしょ、はい、この前。僕ちょっと鉄拳でいけなかったんですけど。ちょっと呼び込んでください。はい。はい、中田まちゃん。イエーイ、ゼップアーティスト。ということで、はい。はい。はい、ここ一回押せばいいです。これで。あ、ついた。あ、緑。はい、オッケーです。こんばんは、ルカタマです。皆さん、こんにちは。寝巻き寝巻きで可愛いですよね。可愛いじゃないですか。僕もこれがいいです。本当に本当この秋の最新おしゃれです。嘘だね。嘘じゃないよ。嘘じゃない。すごい本当出ていただきましたね。本当にゼップ、ゼップの後これっておかしくない。本当にもうマンボちゃん悪いけど本当申し訳ない。なんで引き受けてくれたのかっていうのがね。なんで？だって楽しそうな、うん。楽しそう。すいません、本当なんかありがとうございます。ありがとうございます。ね、ゼップ皆さんもね行った人多いと思います。ゼップね、本当大成功だったみたいでね。はい、見に行って。もう来てくださったから。そうなんですよ。最後泣いちゃって。泣いちゃった。そう、お見送りなんとかですのあのなんか時に引っ込む前に、うん、こう泣いちゃってるからもうそそくさと出た方がいいなって。そそくさって言う。なんか泣いてるぞあいつってオタクとかにもね、なんかなるよりもこう泣いちゃったから、お花だけちゃちゃっと取って。ちゃちゃっと取ってね。ちゃちゃっと取ってもう行こうと思って、ちょっと一足先に会場後にしたらちょうど運営さんとお会いして、で、あ、ご挨拶してすごい良かったですってちょっと泣き顔のまま、こうすごい感動しましたって良かったですって言ったら、運営さんがありがとうございます。ありがとうございます。逆に冷静になったけど、こっちが大変だったんです。もう本当良かったです。そんな感じなの？普段かな、なんかそう思い当たる人います、ね。あ、そうなんだ。すごい人なんて。泣く人がいるんだ。ルカタマちゃんはもちろん泣きましたよね。でもそんな上がなるぐらいですか、やっぱ運動？泣きましたよね。多分全然泣かなかった。え、感動、感動みたいなのは。みんながうわーってなってると、たまね冷静になるし、スーってなる。スーって、スーってなる。スーってなって。ありがたいなぁと。感謝の気持ちの数。あ、そう。冷静に感謝して。あの、ソテちゃんね、ソテちゃんはもうボロボロ泣いてる動画で見ましたけども、その泣いてボロボロ泣いたスッとした。私も袖抜きで、とどめを刺された人も一人。部外者がとどめ刺されてるのに、本人がね、刺されてないんじゃん。レジェンドとマンボウちゃんとルナホシちゃんとかミヤミニちゃんが来てて、もう実質阿佐ヶ谷家だね。いやいや、ゼップです。それは否定します。ゼップです。実質俺らそのツイッター見たけど、そう、絶対違う、絶対違う、絶対違う。出ていただいてありがとうございます。本当にマンボウちゃんに申し訳ないですよね。
ていただいて、はい、さあ、これ席順どうします？マンボとか、まあまあまあ、それであのここで寄っていただいても大丈夫です。ここで、はい、ということで一応ですね、このクイズショーこれからまあ問題が出て正解していくとライブの時間が増えるという形になっております。もともとライブの持ち時間20分ありまして、一問正解することに 5分増えていくという、そういった形式になっておりますので、はい、ちょっと2人ですけどね、まあ、答えたい人も答えたっていいです、もう今日はもう全然もうマンボちゃんみたいなのがありますから、ね、全然大丈夫です。ということで早速行きましょう。1問目ウハウハ言うてあ、これ1問目マンボちゃんの問題だからやめとこう一問目はあのレジェンドの問題いきましょう。大丈夫、いただきますね。演劇に出演をすることが一問目、ごめんなさい小日向ゆいさん、はい、セリフが覚えられるかちょっと心配だと、はい、なんかね、ツイッターでも言ってましたよね、もうやる前に不安だそうですが、もし覚えられなかったら本番の時どうすればいいでしょうか。難しい。どうすれば回避ができるかっていうことですね。はい、ということですね。まああの、まあ、歌もそうですよね、同じように、まあ、覚えて歌うみたいなとこありますから、それがちょっと歌詞が出てこなかったらどうやるのかみたいなのがあるないですか、という方は思うんですよ。あ、もうあります、全然覚えらんない時そういう時はどうやるんですか。例えばもう全然本番バーンって出なきゃいけない、堂々と今日覚えてないからって言って見ながらやります。あ、でも4人だから4人とも覚えてないとかはさすがない。あ、そう、ベロの時は4人いるからごまかせる、うん、あ、そうか、ごまかせるけど、あ、ごまかせるんだ。なんか口を覚えるわけじゃないから、で1人の時はもう正直に、うん、あ、もう正直に言って、そうか、そう、ね、まあ、じゃあ見ながらっていうのもまあ一つの、まあ、舞台も同じだもんね、うん、舞台はね、まあ、歌詞よりもっと長いんで、うん、なんかありますかね、そういうの考えてますか。はい、はい、じゃあレジェンドいきましょう。じゃあ本番どうする。はい、コール&レスポンスオタク覚えてないといけないじゃん、オタクがわーって言ったらもうオタクがゼリーゴー言うっていう、前もあったもんじゃないけどね、そのもう劇と台本、台本を渡してね、台本を渡しといてオタクが言う、いいです、惜しいです、惜しい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 、僕が一応正解出すことになってますんでね、理不尽なクイズになってます、はい、はい、茶番ですよ、はい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 、じゃあ、ありがとうございます。本番どうする。テープレコーダーを仕込んでなるいい、もいい、そう、うん、カチャって音聞こえる、カチャって言ってるのやつ言うっていう、今どきカチャってね、今どき確かにね、テープレコーダーというものを持ってくるわけで、こうやってちょっと面白いじゃん、もうこうやって持ってくるの、夜な夜な録音しておいた、録音してね、この辺に仕込んでたらここからじゃなくてここから音出てくるわけですよ、惜しいです、え、惜しい、惜しい、テープレコーダーを食べておく、腹に仕込んでのここから出るじゃん、ここから腹から声を出す、腹から声を出す、結局あーいいうえおじゃねえのテープだから違う、惜しいです、惜しいですね、惜しいです、惜しいです、ありますか、はい、はい、じゃあレジェンド、じゃあ本番どうする。スケブなるほど、それはいい、オタクが、オタクがスケブを掲げる、掲げるんでしょ、でもみんなオタクに向けてるから全員でガッて出すと、オタクが、ま、結局コール&レスポンス惜しいです、惜しいです、惜しいです、はい、はい、じゃあ、はい、じゃあお願いします、本番どうする。はい、と録音機能しといた iPhone を食べる、だから分かった進化してるだけでテープレコーダー古い、惜しいって言ったからいや惜しい、その惜しいじゃないんだよ、惜しいです、惜しいです、すごいな、すごいいいですね、たまに台の音が入りますね、ピンっていうね、何事だよ、はい、はい、じゃあ行きましょう、ほんまどうする、はい、シュークリーム食べたい、今言うこと
来ればやっぱそう。なんだ話だ。答えなさいよこれを。違います違います違います、ありますか。まあまあ舞台もね本当大変ですからね。どうなん舞台。あ、じゃあ本間、はい、どうする。みんなでシュークリーム食べよう。優しい。おいしいね。おかしいだろ。正解です。みんなでシュークリームを食べる。舞台放棄ですね。まあまあでもとりあえず頑張ってくださいね。役は決まったんですか。まだです。いつからいつから11月から公演です。やばくない。そうなんですよ。やばいんですよ。 1ヶ月もないもん。あとだと 1,2 週間でしょ。なのに私1回以外全部ちゃんと稽古に行って。稽古は出てる。役がないのに。そう、代役。代役3つやったりとかして。代役をやってんの。すげえマルチプレイヤーじゃん。セリフは、セリフはもうまだない。セリフは何か。セリフはまだないで。ちょっとかっこいいやろ。ちょっと今いろいろ事情があって、そう、こうなっちゃってて。あの詳しくはあれでしょ、ツイキャス聞きゃダメでしょ。レジェンドの夜中のツイキャスですげえ愚痴ってるやつあるんで、すげえ今の舞台について愚痴ってるやつあるんでね、ぜひちょっと聞いてみてください。今日消すって言ってたから、今日消すって言ってた。危ねえって思ってた。でも頑張ったね、とりあえず、はい、頑張ってください。舞台終わるまでは残しとくよ。ダメだろ。それを聞いた上でいろいろもね、来てね、もう見に来てほしい。そうそう、やっと決まったかっていう気持ち、一緒に食べてた。舞台の気持ちを一緒に。じゃあ、とりあえずルカタムちゃん正解でございます。おめでとうございます。続いていきます、第2問。続いてはルカタムちゃんからの問題になります。ネットショップ、お目当ての声がでかい。あの作が誰の声だかすぐ分かっちゃう。正解。さすが白狙い。正解。あ、ライブ時間もらえる。ルカタマちゃんの問題です。ネットショップやってらっしゃいますね。すいません。はい、ルカタマカレー、知ってます皆さん。知ってます。ルカタマカレーというのを開いてるんですね。はい、ルカタマちゃん。で、その中の物販といいますか、はい、グッズにルカタマからの手紙というのが、ね、知ってます？ありますか？実は あるんですよね。はい、手紙を送る、ね、書いてっていうことなんで、はい、で、それを売ってるそうなんですが、その手紙の推進 PS で必ず書かれていることは何でしょう？ではルカタマちゃんからお宅に手紙が出た時の必ず推進に必ず書いてあることがある。そう、 PS 何々みたいなね。これ僕も答えるんですか。そうですよ、ね、でも正解は俺が決めるんですね。さっきもレジェンド教わったんで自分のやつです。そうか、そうか、はい、はい、じゃあレジェンド、はい、じゃあ PS なんて書いてある。 PS ルカ様ではない。袖です。怖いわそれ。誰が書いてるかな。その運営の泣き崩れた人書いてる。うわーって言いながら書いてる可能性あります。の可能性もある。可能性ある。達筆すぎて。これ今日ルカタマちゃんの字なんで、これで書い、自分で書いたのね。書きました、書きました。手紙も自筆でしょ、もちろん。パソコンとかだよね、さすがに。それパソコン逆に無理です。まあ、なんだよ、そういうのが来るの。あ、ルカタマちゃん行きましょう。じゃあ、PS なんて書いてある。レン、タマホームの今月の高熱水。なにこれ、怖くない。タマホーム、タマホーム、タマホーム、あ、自分ちの。そう、なんか、うちのことをなんかみんなタマホームって呼ぶんですけど、うん、それのなんか高熱費が謎に書かれて、ミシンに書かれて。怖い怖い。個人情報。個人情報。あ、でもそれオタク喜ぶ。喜ぶ高熱費。あ、今月5000円ぐらいだったな。高額してんなって感じでしょ。それであれですよ、あのチェキに来る回数下げて。なるほど、大変かかってたら行かなきゃいけない。うまいじゃねえから。惜しいです、惜しいですね、惜しいです、惜しいです。惜しいです。はい、ありますかね。PS はまあまあ皆さんも手紙でね、あんまりでも書く機会はないから、PS は。手紙もあんまり言わないしね。
LINE とか送るんですね。はい、じゃあレジャーでいきましょう。 BS 何回やってる？35,820円光熱費。高すぎる。何やったらそんな行くのよ。大豪邸ですね。スマホームだいぶでかいですね。それ、うん、トイレ10個くらい。本当そんくらい。光熱費って何？なんだと思います。電気、ガス、水道全部。まあそうね、うん、そうえレジェンドはどのくらい払ってますか？いや嘘でしょ。えプランもなそうなんだ。払ってないね。自分で払ってないでしょ。なんか家賃に組み込まれる。組み込まれる。なるほどね。全部ね。なるほど。そういうことか。いや光熱費じゃないですね。PS に。なんちゃって嘘。はい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 。はい、じゃあ PS なんて書いてある？シュークリーム食べたい。今日全部これが正解じゃないか。ということで、うずらまちゃんが2問目の正解。そう、違うな、かたまちゃん。これ尺的な問題がありまして、あと2問なんですよ。もうマンボウちゃんいないんで、マンボウちゃんの問題やるかどうかって話なんですけど、まあちょっともう一問あるんで、じゃあもう一問いきますか。はい、待って、多分書いてないよ、そんなにいっぱい。そう、あと2問しかないから。え、違う、3問だけと思ってた。なるほど。あ、じゃあ今書こう。何作れば？で、あるの、1問あるのよ。そう、ちょっとじゃあ、え、私1問作っていい？あ、いいよいいよ。あ、じゃあレジェンド、レジェンドに。すごい、そっか、何何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 何ほぼ取ってない。やめなさいよ。なんか今よく知らない人いるじゃん。やってそうみたいな顔してる。誰やみたいな人いますからね。ドカダムちゃんのファンとかね。本当初めまして、本当に今後よろしくお願いします。本当どうなってるんですか。どうなってる。うるさい。答えろそれよ。はい。はい、ドカダムちゃんの収入源。阿佐ヶ谷劇場の掃除が。大変ですから、本当すぐ汚すのよ、あの人たち。うわ、めちゃくちゃ。もう本当に。大変。そうなんですよ。まあ、ほぼ正解。俺の収入源。いいですよ、お宅の人も答えて。はい、はい、じゃあ、はい、俺の収入源。自動販売機のお釣り。それは怒りたい。まあ、正解。いや、違います、違います、違いますね。まあまあ食えるぐらいですからね。まあ食えるぐらいの、はい、はいはい、じゃあ俺の収入源。実は朝から頑張ってる。なんで何を頑張ってんのよ。バイトかけ持ち。バイトとかしてねえから。朝10時まではバイトかけ持ちで頑張ってる。かけ持ちで。そこから何もしてないふりのツイッター惜しい。あ、違います、違います。正解出しづらいな、これ。確かに確かに、はい、はい、じゃあ続いて、はい、じゃあ福田さんいきましょう。俺の収入源、朝から頑張ってる、うん、宝くじ当たるまで買い続ける。どんどんマイナスじゃないか。当たるまでマイナス。手元にない、そんなお金ないんで、ない、違います、はい、じゃあ俺の収入源、はい、キモ。正解。やっぱりそうだったんだ。やっぱりって言わないで。
や冗談です。もうそれ正解出したらこれ延々俺いじないと終わりなんで、これ一旦終わっていかないと。じゃあ紐ということでね。感じ悪いな本当に。ここは本当ちょっと。考えているストリートパフォーマンスとはどうでしょう、何をストリートパフォーマンスするのかということですね。まあやっぱストリートいろいろやっていくっていうのはね、人に知ってもらうので、はい、じゃあ行きましょう、マンボーちゃん。じゃあストリート何のことをやる、ストリップショあります。何言わない。
うカンペで見えるゴーマイじゃねえんだよ優しいじゃねえかあとで言えろ負けないでだ走るな走るな走ってきた負けないで泣いちゃう泣いちゃうあの歌が泣いちゃう他人事なら泣けるってね優しい書きなさいあなたの順番あなたが言う上司と2時間怒られてきたんで2時間怒られてきたの上司と2時間一緒にセットで怒られてきたんであマジでいや優しさがもうそりゃそうだそりゃそうだそりゃそうだボケたってなんでそりゃそうだってどうしたの急にしようかなってあなたが何から何から何から正解出せないからほらもうむしろこの消しとんなありますかありますかどん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 ねはいそうですよお願いしますねあるでしょパフォーマンスねあんもーちゃんいろいろ考えたでしょピアノもやって楽しかったやっぱピアノあピアノですあとは、うん、楽しかった楽しかった走って逃げちゃいました走って逃げたんだオラちゃん負けないでしょありますかありますかあ、じゃあレジェンドお願いします。はい、でんぐり返し。すごいよ、森田さん。森田さん、MV でやってたやつ。やってたやつだ。放浪記の話かと思って、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。何ですかね。かけた。はい、ありますよ、じゃあ、徳田さん。マンゴー。あ、かわいい。マンボウでかいじゃないよみんなもかわいいはい、はい、今習得したいものあ、OK、はい、じゃあお願いします路上で講座をやります敬語講座どういう感じでやっちゃうお客さん怒った挙句に最終的にあなたたちの口の使い方も気に加わらない飛び火しちゃって本数じゃなくて違う数字でも分かったはいクレーム対応の方法最初から分かってんだろ
こんな自己紹介ね、アイドルの嫌だということでございますありますよね、はい、はい、じゃあ、アンボちゃん、自己紹介。はい、社会は生きづらい。ありがとうございます、よろしくお願いします。おー、いいね、社会は生きづらい、いいです。あ、応援したくなる、応援したくなる。あ、本当ですか。嫌じゃない、これは結構いいですね、いいですね、うん、そんなか弱い方で言うなよ。あの、怒られた客の顔を浮かべながら社会を生きづらい。お前らもその言葉遣いも気に食わねえな。えぐってるな。全然あれだね、収めきれてないよね、それね。そこまで全然収まんないな。じゃあ、はい、ルカちゃんもこんな自己紹介嫌だ。私がプロデュースしてる熟女アイドルの年齢詐称は人生の落とし穴、53歳現役熟女アイドルのメロピョンです。メロピョンが怖い、この53歳でメロピョン。53歳のウサちゃんなんです。あ、ウサちゃんなんだ。ウサちゃんの頭をしたアイドルをプロデュースしてるんですけど、実際やって、本当にやってるの？誰か画像検索やってんだ。いる、いるの。あ、本当にいるの？そう、本当にいるの。西日暮里のスナックで拾った。マジ？あ、行ってみたい、行ってみたい。え、常勤、常勤？常勤？え、いる、結構います、結構います。なかなかレア、最近はね。え、それどっかのサイト見れば何出勤情報とかわかんの？ツイッターやってる？え、あ、何度も聞いてんのか。バチコイだよ、かわいい。ミクシー好きだった。ミクシーのコミュニティで。ミクシー、ミクシーコミュニティ。53歳っぽい。素晴らしい、すげえ。Twitter とか LINE とか知らないんですよ。あ、それで本当にその紹介するの？うん、あ、でもいい、いい、いい、ちょっと会ってみたい。会ってみたいね。年齢差しは。いや、いいじゃん、いいじゃん。いや、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 正解じゃない。ダメじゃん。さすがにも。電話鳴ってるよ。え、うざぴょん、うざぴょん、うざぴょん。営業の電話、営業の。営業の電話かもしれない。営業じゃない。さあ、さあ、ありますか、ご紹介。皆さん、自分のあるの、実際。あるある、ちょっといいのかな。魚顔ですとかですかね。魚顔ですとか、魚顔ですっていう。漠然としすぎてない？もうちょっと絞った方がいいね。相当いいかね。めっちゃつまんないこと書いちゃった。何ですか、読んでください。え、宇宙こと世界のこと日本のこととない、全然わかんない。どうしたの？宇宙の大宇宙こと世界のこと日本のこと。どうした、悟り開いたの？阿佐ヶ谷です。怖い怖い怖い。もっと狭まっていって阿佐ヶ谷ですよ。ちょうどでもいいよ。演劇大変なんだね。もう悩んでんだよね、演劇でね。ちょっとね。セリフが入んないと。セリフのやつ役がないんですよ。大役のせいでも入んないんだって。どうしようかなって。ありますか？あ、じゃあ、くださいありますよね。はい。はい、お店の住所は西日暮里3丁目。本当に行きたくなってきた、本当に。マジ？ちょっとそれ本当後で調べよう。惜しいです、惜しいです、惜しいです、惜しいです。ウサピョン、ちょっとウサピョン呼んでほしいな、ここにマンボウ理事長。ウサピョン。ウサピョンさん53歳の人。ちょっとみんな見たいよね。新しい。うちの母親54ですよ。え、近いな。親子共演。俺も50。俺もじゃないから。50代呼べばいい。もう一個ぐらいですかね。もう一個ぐらいでエキシビションが終了になります。ありますか？はい。はい、じゃあ行きましょう。マンボちゃん。谷の親族桐原ゆりです。おお。どれだけ。本当に。ええ。なっちゃいました。はい。受けると思ったんで。レジェンド。
これリアルのやつ、はい、お願いします。援護射撃よろしく。発散だよ。何なんだこれ。発散ないとどういうこと。エヴァンゲリオンが好きで。そういうこと。その当時、援護射撃よろしくって言ったら外さないよって言ってくださいって言って、めっちゃ土地改造頑張ってた時にこれでオタクに説教されてたよ。意味がわからないんだよ。惜しいね。説教されたら、まあ、私嫌だけど、説教する愛がある、愛がある。じゃあ、ルケタマちゃん。はい。はい。タミさん大好き。チュッ。53歳。おしゃくりやる。